はいどうもこんにちは。今回ご紹介するのはじゃじゃん。なんか素人みたいなガムテープの貼り方ですねこれ。120mm アドレッサブル RGB ファンフレーム FG122 というね、アドレッサブル RGB 対応のファンフレームというものを2つ購入してみました。はい、裏面はこんな感じです。ここの厚紙の部分、ここね、ペラッとめくるとこんな感じで取扱説明書が出てきました。ちゃんとね、日本語にも対応してます。で、こちら側にはですね、はい、こちらがね、ファンフレーム本体です。ケーブルがね、ビヨンと伸びてます。で、取り付け用のネジだけですね。これだけでお値段なんと1980円しました。高いのか、高いと思う。うん。ではですね、これ一体何なのかっていうのをね、最初にお話ししておきたいと思います。これね、 120mm のケースファンですね。はい、こういうことです。こちらのフレーム実は光ります。この光るフレームをこちらの光らないファンにね、ピタッとつけてあげると光るファンに早変わりするという優れものなんでございます。前回の動画でね、ピカピカ光るアンテックのプリズム ARGB っていうね、140mm のデュアルリングファンをね、紹介しましたけども、私の使ってるね、海水冷クーラー、クライオリグの A40 はね、全く光らないので、ちょっとね、ドレスアップしたいなということで、こちらを買ったといった感じです。ではね、早速、こちらが光るように配線していきたいと思います。はい、こちらがですね、今私が使っている 9900K の CPU を搭載したパソコンの中です。アンテックのマークリー240を使っている時はね、海水でもここ光ってたんですけども、現在はクライオリグ A40 というものにしてるので、光らないんですよね、全然。で、こちら背面のケースファンも光らない仕様になってます。でね、こういった既存の構成に、このフレームをね、追加してあげるだけで、これと同じようにね、光り出すと。命をね、宿すわけでございます。それではですね、早速こちらのファンフレームを設置していきたいと思います。こちらのファンフレームからね、配線がこのように伸びてるんですけども、こっちがですね、5V 3ピンのアドレッサブル RGB 端子。で、分岐してね、こちら側には、3ピンの端子があるんですけども、こちらはね、シルバーストーン製の独自規格ということで、専用のコントローラーと接続して制御することができるみたいです。今回はですね、シルバーストーン製のコントローラーがないので、こっちの3ピンの汎用ピンを使って接続していきます。でね、こちらの端子をマザーボードに配線していくわけなんですけども、前回のね、ケースファンの配線で説明したように、ここにね、JRainbow1 っていう端子がね、あります。MSI 製のマザーボードを使っている方だったら、大体その端子がこの辺にあると思うんですけども、ここにね、3ピンのこの端子があるので、これをプスッと、刺せば OK という感じです。でね、本来であればそうすればいいんですけども、このようにね、私、フレーム2個買ってます。でね、ここの端子1個しかないです。ということでね、1個足りないんですよね、配線が。ということで、こちら、アンテックの、プリズム ARGB に付属していた制御コントローラーと接続の方をしていきます。私がね、このプリズム ARGB を買った理由のね、一つとして、ここ、3ピンのアドレッサブル RGB 端子が付いてると。いうのを理由に挙げてましたけども、こいつをね、接続したいと思ってたからというわけですね。ファンフレームの3ピン端子を、こちらコントローラーの3ピン端子と接続します。はい、緊急事態発生です。端子がね、これめっちゃ太いんですよね。入らないという事態。マジか？削るか？はい、ということでね、もうめっちゃ汚いんですけど、カッターナイフでなんとかね、切りました。端子の部分ね。じゃあここにね、入って、かつ光れば OK。やってみよう。行ってくれ、頼む。おー、来たー。めっちゃ眩しい。ほんまに眩しい。はい、それではですね、こちらのフレーム取り付けていきたいと思いますけども、本来であればね、ラジエーターにね、取り付ければ、いいなというふうに思ったんですけども、ちょっと撮影の都合上、今回は、こちらのね、背面ケースファンに取り付けていきたいと思います。もう普通にね、こうやってネジ止めていくだけで OK です。一つ注意点を挙げるとするならば、こちらのフレーム、厚みがね、6ミリ程度あります。環境によってはね、入らないと言った可能性もなくはないので気をつけてください。はい、ちょっとね、もうネジ3箇所しか止めませんでしたけどね、もうこれで動かなくなったので、これでいきたいと思います。
はい、それではね、早速通電させていきたいと思います。電源オン。おお、回り始めた。はい、こちらがね、ファンフレーム本体でございます。めっちゃね、きらびやかに光ってます。めちゃくちゃ輝度が高いのでとっても明るい。カメラで見ると白飛びしちゃってますね。ここね、羽のところもね、めっちゃ光ってますね。すごい綺麗綺麗。ちなみにね、背面はこんな感じです。ファンフレームだからね、背面そんなあれかなと思ってたんですけども、十分明るいですねこれ。でちゃんとね、羽のところもね、レインボーがね、ウェーブしててめちゃくちゃ綺麗ですねこれ。フレームね、反対側からでもねちょっと見えるので、普通のね、リング LED ケースファンとね同じような感じに見えますね。ただですね、こちらのファンフレームあくまで後付けなので、ここねちょっと隙間がねどうしてもできてしまってるといった感じあるんですけども、それでもね、パッと見純正ですよね。ちょっと露出下げてあげるとね、白飛びがだいぶ収まったかなって感じなんですけども、それでも明るいですね。ちょっと部屋暗くした状態でね、こちらがアンテックのプリズム ARGB、 こちらが、シルバーストーンの FG122 ですね。それぞれ並べてみたんですけども、いやめっちゃいいね。でね、こっちの明るさがね、めっちゃ明るいっていうのがこれでわかると思います。でね、こちらのファンフレームなんですけども、LED がね、24個ついてるということでね、非常に滑らかにね、アニメーションを描いてくれています。本当に綺麗ですね。ただ、アンテックのプリズムよりはね、ここ LED がね、一個一個ちゃんと光ってるので、リングがね、綺麗に光ってるというよりは、一個一個の LED が、きらびやかに光っている。それがリング状になっているといったような感じになっています。こちらね、プリズムとファンフレーム、同じ向きに向けてね、LED の流れ方、どんな感じなのかっていうのを比較でこうやって置いてみたんですけども、どうですかね。既存の LED ファンとちゃんと、同じような流れ方をしてくれてるので、ちょっとね、浮いてしまうといったこともないですね。でね、こちらのファンフレーム、なんとですね、マザーボードの各種 LED 制御に対応しています。私の場合は MSI のマザーボードを使っているので、マイスティックライトの機能を使ってね、こちら LED ファンをね、制御しているんですけども、こちらの LED リングも同様に制御可能となっております。おお。明る。でね、マザーボードの制御に対応してるということなので、ライトのね、スピードとかね、明るさもね、暗くすることができます。これ一番暗いモードにしてるんですけども、これでも十分明るいですね。なので、ほんのり照らしたいという人にはもしかしたらちょっと向かないかもしれませんね。これが中ぐらいの明るさ。これがマックス。といった感じですね。はい、こんな感じでね、プリズムよりも若干ね、LED のつぶつぶ感が目立つような感じとなっています。で、今ね、真っ白な LED 点灯状態にしてるんですけども、見てくださいよ、これ。めちゃくちゃね、PC ケースの中、照らしてくれてます。正直ね、こっちのプリズムだけではね、ほとんど照らしきれてないんですよね。ほぼこのファンフレームのパワーだけで、ケース全体を照らしてるといった感じですね。いや、これはすごいね。なんですけどもね、欠点も見つけてしまいました。まず一つ目ね、このフレームね、結構発熱します。今明るさをね、暗くした状態なんですけども、まあそれでちょっとね、温度は冷めてきた感じなんですけどもね、フルの起動状態ではね、結構熱といった感じで発熱するので、まあフレームがね、発熱したぐらいではどうともないですけども、まあそういうのを気にする人はね、いるかもしれないのでね、報告しておきます。あとはですね、こちら、フレームから伸びているケーブルですね。これがちょっと脆いというかね、まあ別に頻繁に構成を変えるわけではないので、別に切れる心配はないと思いますけども、ちょっと不安かな。まああとはね、この配線類ですね。まあこの端子がね、ぶっとすぎるっていうのは、まあ私の使い方がね、シルバーストーンの想定外なので、そこは文句言いませんけども、こんな感じでね、分岐してしまっているというのがね、ちょっと気になります。どっちかね、ケーブルいらないわけですからね、絶対に。ってなると、もう汎用のね、3ピン1個で、こちらは変換ケーブルで対応する。まあ逆もしかりですけどもね。そういった形にすればね、よりスッキリしていいんじゃないかなと。ただでさえね、こういった、ピカピカ系のね、パーツって配線が多くてね、ぐっちゃぐちゃになりやすいので、まあそれをね、ちょっとでもやってくれたら嬉しいなというふうに思いました。
はい、ということでね、まあトラブルはありましたけどもね、端子が刺さらんとかありましたけども、まあそういうのもね、加工によって乗り越えまして、無事ちゃんとこうやってね、ピカピカさせることに成功しました。このね、PC 組んだ時はですね、もうピカピカするのあんま好きじゃないとか言ってたのに、結局めっちゃピカピカさせてんじゃんみたいな感じですけどもね、まあまあまあ気にすんなそれは本命であるね、海水でラジエーターに取り付けたらこんな感じになってね、めっちゃ明るくね、ケースの中が光って、ケースの中がね見えるようにしたかったので、私のね目論見達成といった感じですね。まあ、今回ねこの辺でレビュー動画終わりたいと思いますけども、こちらのねファンフレームの LED の光り方ですね、そちらを収録した動画を別途 YouTube にアップしたいと思います。でね、こちらのファンフレームは、汎用の3ピンに挿してね、使うものなので、たくさんのねマザーボードの制御に対応します。なので発光パターンのね、収録に関しては、アンテックのプリズム ARGB の、各種発光パターンを収録したものと同じパターンで収録したいと思います。まあ、あくまでね参考程度にといった感じでご覧いただければというふうに思いますけどもね。ということで今回はシルバーストーンの 120mm アドレッサブル RGB ファンフレーム SST-FG122 というものをご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。本命であるね、簡易水冷クーラーのラジエーターファンにねこれフレーム取り付けようと思ったんですけど、はい、これね、ネジが足りんっていうね、ここ出てこないんですよね。ということでネジをね新しく調達する羽目になりました。でね、ラジエーターに入るねネジサイズがなんか UNC っていうなんかアメリカの企画らしくて、ホームセンターじゃ売ってないんですよね。なんで日本橋のねなんかネジの、お店に専門店に行ってこれ見つけて買ってきました。こちらはですね UNC の6番というものが使われてるらしいんですけども、長さがねこれで足りなかったので、サイズがこれよりも長いものを買ってきました。で、これ1個430円、はい、こんな感じでね、長さ、なんとかね入りました。よかった、これでちょうどいいぐらいですね。